ねる、こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今日私はですね、弾丸バスツアーにまた参加しておりまして、奈良県の室生寺というところに来ているんですけれども、見てください、これ。で、奥の院ってこの笏投げが有名で、女人高野と呼ばれている、女性でもお参りできる高野山という、もう今ね、麓までバスに乗せてきていただいたのに、もうこの奥の院のこの最後の400段、正確に言うと347段だったかな、このもう階段を登るだけでも今ちょっとぜいぜい言ってまして、もうでもなかなか来ることできないので、ちょっと頑張って、登ってるんですけれども、今ちょうど笏投げがすごく美しくて。あんまり辛いので、もうこれはお話しながら撮ってしまおうと思いました。実はここへ来る前に、ちょっとね、色がね、白くなっちゃってるけど、あそことかあそことか、笏投げが咲いてるんですね。これもすごく大きな笏投げの木で、ちょっと上の方にもいっぱい咲いてるので、ここへに来る前に、すいません、ぜいぜい言っちゃって。すごいね。実は長谷寺にもうすでに行ってきたんですね。で、ここ室生寺に行くというツアーでして、あまりにもしんどいので。 ちょっとね、でも本当にここ麓までね、観光バスのバスに乗せてきていただいて、これだけしんどいのに、昔の人はここに歩いてやってきて、そしてここにこうやってお寺を建てたんだなと思うと、しんどいとか言ってられないかなと思って、今一生懸命上がってるんですけど、しんどいです。こう上にね、見えているので、見えてはいるんですが、下ってくる方に、皆さんに、あと10分で着きますかって皆さんに伺うと、15分かなって皆さんおっしゃるので、こんな感じです。すみません、もうはあはあぜいぜい言っちゃって、よいしょ、また今も転びそうになっちゃいました。ここに来る前の長谷寺はもうボタンが本当に美しくて、私は実は30年前に行ったんですね。でね、そこですごく面白いことがあったので、これをまた後日お話ししようと思ってるんですけれども、今「光る君へ」NHK 大河でやってますよね。で、12時にとんでもない音が鳴るんですね。で、私いつも言ってます通り、絶対音感があるので、鐘が鳴って、その時に一緒にとんでもない不協和のホラ貝が、それも3名で吹くんですね。もうね、その音がね、なんていうんだろう、取っておけばよかったと今でも思ってるんですけれども、すごい音だったんですね。こんな感じです。上に着いたらキリをつけようかと思っているので、ちょっとアナログな方、私のぜいぜい母を聞きながら、ちょっとしばらくお話しするともう息が続かないので、お楽しみください。
でも私よりはるかに年上のベテランの方が杖をついて降りてこられましたので、全然いてちゃ恥ずかしいですね。でも見てください、これ上がってきたんです今。もう虫の息です。もうちょっとですね。もうちょっと、もうちょっと、はい、頑張ります。ありがとうございます。今励ましていただいて。すごいですね。もう一度ちょっと振り返ってみると、こんな急な階段を登ってきました。もうちょっとなので頑張ります。お暇な物好きな方のお付き合いください。この、動画切ってしまうと私多分もうしんどくてやめてしまうかもしれないので、でもちょっと休憩。これ清水の舞台なんかもこう下ね、こういう風になってますよね。どうやって作ったんだろう昔の人。信じられないこの勾配。ここ実はね、もう一つ私来たかった理由がありまして、ここ美しい水の神様なんですね。で、美しい水、多分一番有名なのは京都の貴船神社だと思うんです。やっとここの水平のところに来ました。で、ここもその今年辰年ですよね。で、その龍神様がねいるところということで、来るべきところということで、見てくださいこの階段。これ登ってきました。見上げると食だけ。こんな風になってるんですね。感じです。綺麗な尺投げの前に行ってみますね。ちょっと見晴らしを見せていただいて、うわーすごい。見えます？あれ本当に美しい水が流れているという音がしています。私自然の音の中で水の音が一番好きなんですね。これ真下見てください、こういう感じです。はい、なんとか着きました。はい、今日もありがとうございました。そのすごく面白かった長谷寺のそのとんでもない12時のお知らせの鐘についてはまた別の投稿でお話しさせてください。 Thank you for watching, subscribe and highly rated please. So see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。ご祝儀いただいてきます。